はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、今回からこちらをやっていきたいと思います。ファイアーエンブレム自体はね、イフは、まあ、3部作全部やったくらいだけなんで、まあ、ほぼほぼ初心者ですね。なので、まあ、ノーマルでいいでしょう。初級者、中級者の方にということで。出た、カジュアルクラシック。いや、まあ、最初なんでカジュアルでやってきます。まあ、多分2週とかねやっていくような形になった時にクラシックでやっていきましょう。最初はちょっとカジュアルでやっぱりやる。ネットワークに接続してプレイしますか。これなんか意味あるの。とりあえず家にしとこう。なんかネットワーク設定とかめんどくさそうだから。ネットワーク要素ってなんだっけ。 IF とかもなんかあったっけ。ダウンロードコンテンツみたいなのあったよね。帝国歴91年タルティン平原。超いっぱいいる。そう、この世界はねペガサスがいるからね。赤き谷を覚えているか、ネメシス。死ね、死ね、死ね。貴様が私から全てを。お母様、お主、そこで何をしておる。いかにしてここに入り込んだのか知らぬが、わしの寝顔を盗み見るとはなあ。まったく、もそっと近うよれ。お主の姿をよく見せよ。これ自分ってこと？お、あなたの姿を教えてください。あ、男性か女性かだね。まあ、普通に最初男性でいきましょう。うん、じゃあこれやっぱり2周やろう。
最低でも知らぬ顔のようじゃの。一体何者じゃ。なかなか凛々しいな。幽霊だ、邪神だ、人間だ。邪神にしたい。邪神だ。空ごとは悪でない。わしをからかうのも大概にするのじゃ。じゃあ人間にしとこう。お主人間と言うたな。ならば名を名乗れ。俺徳仙子。名前6文字まで。ミカミックスでよろしいですか。はい。なるほど、さすがは人の子。耳慣れぬ名じゃの。いやそうでしょう。人間なれば本名じゃないからね。答えられよう。何の説の何の日の生まれじゃ。何の説とか言われてもね。一応あれになってるのか。12月31日。はい。何、わしと同じとは。おかしな偶然もあったものじゃ。いや360分の1だから、それは誰かとは一緒になるでしょう。何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。はい。始め。自分の立ち位置がよくわかんない。おう、そろそろ起きろ。ジェラルト、またあの夢でも見てたか。戦争の夢、少女の夢。まあ普通に行きますか。お前の話を聞く限りそんな奴に会ったことはねえんだがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。余計なことを考えてると早死にするぞ。さあとっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。ん、そうだっけ。まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。ジェラルトさん、すまんが来てもらっていいか。どうした。一般兵だな。傭兵って書いてあった。突然申し訳ありません。ディミトリ、こんな時間にガキどもが揃って何の用だ。実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと。ええ、野営中に襲撃されたのです。エーデルガルト。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん、その制服。村の外に人影。ちかなりの大所帯だ。来やがったか。たく、ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかねえ。おい行くぞ。用意はいいな。って全然人いないじゃん。だってこっち、セーブしますか的なあれだよね。はい。夜明けの遭遇戦、序章、必然の出会い。え、こういう感じなんだ。え、なに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 。村が巻き添え食わないようにさっさと片付けちまうぞ。はい。まずは手前にいる連中を始末して敵の出鼻をくじいてやれ。移動。あ、一応マス目にはなってんのかな。敵に隣接するとコマンドが開きます。攻撃を選択して武器を決めて攻撃しましょう。どうやって進むの。焦らず戦おう。こうこうこう、横は取れないね。まあ正面から行きますか。じゃあちょ、戦技っていうのもある。攻撃、武器耐久-3、攻撃と命中が上がる。ちょっと普通に最初は攻撃します。輸送隊っていうのがあったね。鉄の剣40分の40、耐久度か。戦技はなし、まあ、倒せはしないね。輸送ダメージは出ますね、やっぱり。やっ、武器は使い続けていると耐久がゼロになって壊れます。壊れた武器で戦うと威力や命中率が低下します。
敵の追撃を非常に受けやすくなります。戦闘中は修理できません。で俺はどうするの、この後。え、動かせんの？私の力見せてあげる。こいつ何装備してんの、そもそも。斧か、なんか魔法っぽい感じがしたけど、アタッカーだね完全に。鉄の斧45ある。ほら、身の程が分かったかしら。みんななんか逃げてってんだけど、なんかハートが出た。またそういうシステム、誰と結婚しますかシステムかな。自分が全員行動するとプレイヤーフェーズが終了。あ、そうだったっけ。敵と味方が入り乱れるわけじゃなくて、先に自分たちが動いて後で敵が動く。言われてみればそんな気がしたな。弓は射程が長いです。攻撃する相手が速いほど命中率が低下します。ペガサスナイトやドラゴンナイト、飛行ユニットに対して特攻があります。まあここら辺は一緒か。あのおっさんは？敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。地形効果、ここら辺はスパロボ的なあれだよね。森の中まで行けなくね。なるべく固まって動きたいよね。左に敵が集中してるね。え、ここだって行けないでしょ。そうすると敵に陣取られるよね。またここら辺にしとこう。会話、あなた変わった雰囲気の人ね。女の子にしか話しかけない俺は。傭兵だというなら腕を見せてくれる？報酬については心配しないで。え？なんで？傷薬が3つある。武装隊って何？あ、武器をなんか変えられるのかな。じゃあちょっとここで弓兵を少しここにやろう。でこいつはじゃあここに。会話はしない。男同士の会話はしない。あれ、敵動かねえの？まだ動かないってこと？よし、それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。こいつさ、手伝ってくんないの戦闘は。偉そうなこと言ってたけど。じゃあこいつはここでいいや。オッケー。5、16、全然強いんだけど。自分のレベルも上げていきたいよね。ミス13。いい機会だ。俺が教えてやった戦技、ここで使ってみろ。戦技を発動できます。通常より多く武器の耐久が減ります。強力な反面、通撃できません。剣術や槍術など技能レベルが上がると戦技を習得します。理学や信仰の技能には戦技がなく、仮に魔法を習得します。まあいいや、とりあえず使おう。せっかく使えって言ってんだ。攻撃、攻撃だったら一発で倒せたかな。でハートがなんか来るの嫌なんだけど。男同士で弓狙おう。ちょうど2マス弓は。ヒルシクラッセを甘く見たか。でこいつちょっと横にくっつけてハートを上げたい。これ今回あれかな、また いけない。これなんかさ、回転させたいんだけど、地形を回転できないのかな、 LR とかで。ちょ、わかんねえ、わかんねえけど、いけないな。結局エーデルガストが一番活躍してんだけど。お、クリティカルだね。これが私の力よ。レベルが上がった。
未だ道は長い。やっぱりこれ多分上がるときと上がらないときありそうだな。アイテム利用、これはいいや。まあ、厳選は別にしないです。近くに味方がいるときに攻撃すると敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ。はいはい。連携攻撃、連携攻撃は通常より命中率と回避が上昇します。特定のユニット同士が行う連携攻撃は威力も上昇します。強力な敵を相手にするときは連携攻撃を活用しましょう。ユニット同士は支援値がアップします。はあ、なるほど、ハートのことか。え、まだいるの敵。こっちにもいた。こいつボスか。鉄の斧、鉄の剣、鉄の剣。じゃあ行きますか。え、ここってなんか侵入不可。そもそもこのエーデルガルトのヒットポイントがちょっとやばそうだよね。回復しちゃう。傷薬いいや、使っちゃおう。10大して回復しねえな。30くらい回復してほしかったんだけど、こいつちょっと出遅れてる。そう、なんで村に傭兵がいやがる。こうなりゃまとめてぶちのめす。あれ、あっち行った。あいつも攻撃してくれるってこと。ドロップアイテム、アイテムアイコンが表示された敵を倒すとアイテムを落とします。一応森取っとくよ。じゃあで近くにいるか。この人なんか移動力高くね。こいつも森取っとくか。じゃあでこいつは支援、支援っていうか後ろから攻撃できるように。来た。無表情に剣を振り上がって俺の邪魔をするんじゃねえ。28強くなってるか。回避したな。 OKOK。 最後自分で決めたいよね。弓で一発ぶん殴っとくか。てかボス倒すと終わりそうだな。違うのか。なんだ、周りに人がいるところがなんか違うね。女の慣れっこだね。じゃあちょっとこのボスみたいなのを攻撃する前に盗賊を攻撃しておきたい。弓は射程2だから、ここからまず狙う。命中90。誰だか分かんねえんだけどあれ。でこのディミトリ、鉄の槍のやつ全然敵攻撃してないから、こいつ会話じゃなし、倒そう。つくんじゃないの、なぎ払うの。さてそこから16ってどうだろうね。まあもし斧で倒しちゃったら倒しちゃったらでしょうがない。あ、待って、戦技使えばいけんじゃないか。戦技使って倒せなかったらいけそうだな。くらい。レベルアップ、平民。あ、そうか、そういうジョブ的なもの。ゲー、全然上がんなかった。鉄の斧。まだ生きてるか。ごときには己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったく、わしがお主を導いてやらねばな。あ、わしの名はソティス、始まりの者と呼ばれておる。
ティス。確かにわしはソティスじゃ。それに始まりのものか。一体誰にそう呼ばれておったのか。何言ってんだお前。何、わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告はするりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は。おぬが名前すらわからぬわらしと思ったか。ふん、ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まったく。わらじいかです。あ、上がってる。よくわかっておるではないか。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって、わしがとっさに時を止めたから良いものの、あのままでは死んでおったぞ。ありがとうございます。なんか紳士だな。そう、素直に感謝すれば良いのじゃ。わしも助けがいがあるというものよ。しかしとっさとはいえ、よう時を止められたものじゃ。どうやったのか。この後どうすればよろしいでしょうか。再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。座して死を待とうとか。どっちかだよね。上か下で、どっちかっていうとザ・ワールドを使いたいよね。時を止めたまま自分だけ動きたい。そのようなことができてたまるか。いや待て、そうか、止めた時を巻き戻せばよいのじゃない。結局戻すのか。うん、できそうじゃ。まったく世話の焼けるやつめ。ザ・ワールドが良かったな。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて斧が答えを見出せ。こいつら今頃のこのこ出てきやがって。まあただ俺の株は上がったかな。いいとこを見せられた。お前今何か。セイロス騎士団、ただいま参った。政党を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。おい、盗賊が逃げていくではないか。秘伝らは後を追うのだ。さて、酋長たちも無事のようだな。と、そちらは？おっと、面倒な奴が来ちまった。ステージクリア。ターン7。MVP、俺。そんなん出んだ。一応ちょっとデータは、残しながらやっていこう。やはりジェラルト団長ではないですか。お久しぶりですな。私のこと覚えておられますか。自称あなたの右腕アロイスですぞ。団長が突然いなくなってから20年、ずっと生きていると信じておりました。相変わらずうるせえやつだなアロイス。それにもう団長じゃない。今はただの流れの傭兵。そういうわけで次の仕事があるから、またな。ええ、
ではまたどこかで。ってそうなるわけないでしょうが。団長には修道院まで来てもらいますからね。ガルグマク大修道院か。へえ、そうなるよな。おや、もしかしてそちらの若者は団長のお子さんですか。え、なんか全部なんか変だけど、赤の他人だ。またまたそんな冗談を。団長と雰囲気がそっくりではないか。貴殿にもぜひ大修道院を見てもらいたい。どこを願えるか。どうかしましたか団長。まさか逃げようなんて思ってませんよね。かのセイロス騎士団を相手に逃げ出せるなんてさすがの俺も思ってねえよ。次の仕事とかいいの。騎士団か。確かに腕が立つ者どものようじゃな。ほれ、あちらで呼ばれておるぞ。お主さっさと行ってやれ。さっきは助かったわ。ありがとう。それにしても腕が立つのね。君の前だからね。当たり前だよ。あなたは傭兵なのよね。しかもあなたの父はセイロス騎士団の元団長、歴代最強の騎士と謳われる怪人ジェラルト。知らん。そんなの。そんなことがあるの。何か言えない事情がありそうね。なあ、一緒に大修道院に来るんだろ。道中いろいろ話を聞かせてくれ。ああ、俺たちは大修道院に併設されてる士官学校の生徒なんだよ。課外活動中に盗賊に襲われてな、ひどい目に遭ったってわけさ。あなたが真っ先に逃げ出すからじゃないの。そうだったそうだった。聞いてくれよあんた。こっそり俺だけずらかろうとしたところへこいつらがついてきたせいで、盗賊は揃いも揃って俺たちを追いかけてきしまった。とんだ笑い話さ。クロード、お前はそんなことを考えて皆のためにおとりになったものと思っていたが。そうに決まってるでしょ。言葉の表しか見ないようじゃメイ君にはなれないわよ。言葉の裏ばかり読んで猜疑心にまみれてもメイ君にはなれない気がするがな。おっと、帝王学の議論か。二人ともさすがだな。しかし猜疑心の塊の俺からしたらまだまだ純粋なヒナみたいな応酬だぞ。ヒナ。口が減らないわねあなたは。まあいい。それより今はお前のことだ。盗賊団の頭相手に一歩も引かぬ戦いぶり、俺ももっと強くならねばと思ったよ。確かにそうね。あなた帝国で働く気はない。何を隠そう私はアドラステア帝国の。待てエーデルガルト、それなら俺も話がある。今ファーガス神聖王国はお前のように優秀なものを必要としている。ぜひ俺と共に王国へ。こいつは所属違うの。そこまでだ。まったく二人とも手が早いな。会ったその日に口説くなんてさ。俺は大修道院に向かいながらしっぽりと親睦を深めたいね。まずはあんたの好みでも聞こうかな。どの国が好きなんだ。これ所属決めるってこと。おやつら、三択出自をことにするようじゃな。お主の好む国を答えてやるがよかろう。女の子と行きたい。帝国って言ってたよね。このさ、固有名詞出されてもわかんねえんだけど。まあ、とりあえず男二人は眼中にないからアドラステア帝国。やっぱ帝国だよね。そうでしょうね。衰えたとはいえ帝国の培ってきたものは他の日ではないわ。おしゃべりはそろそろ終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。ただこの3つが全部敵対してるわけではないね。話の続きはまた後でだな。やれやれ慌ただしいのう。まったく。じゃがあの小わっぱども三者三様よのう。
エーデルガルトか。一択。気品の高い少女だが、常にこちらを寝踏みするような目で見られているように感じる。まあ確かにね、もうこういう女性は、まあ毎回毎回言うけど、あまり得意ではないから、誠実そうな印象を受けるが、明るさの中にどっか陰りのようなものを感じる。クロード。人付きしそうな笑顔が印象的だが、目が笑っていない気がする。油断できない相手かもしれない。ん、わしと同じ見立てじゃな。ふぅ、くい、また眠くなってきたの。お主、わしが眠っておるからと。はい、というところで、じゃあ多分ここが切りがいいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。ちょっとまだこの先どうなるかよくわかんないんですけども、まあまた次回、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。